今会社のトラックに充電器を取りに来ました。ちょっと充電が切れちゃいそうな予感がしたので、よいしょ、よし、今から向かいます。雪はまだ来てないです。ここはの中の渡るさん、横町にあるから渡るさんからイートインスペース、イートインスペースここに出ますほら今からそこから歩いて5分ところぐらいのところにある地下道で撮影して、うん、でその後ね、もうこの雨だから工場地帯、持ち物庫のあったっけ、取れそうなのを探してますって感じかな。隣の車の人がこっち見てる。何あれ、 YouTuber みたいな地下道を通る YouTuber ってすごい怖い結構暗いね、雨だからかな。まあ多分そうだね。なのでカメラも外にしてやるのがこの辺だよね、うん、ギリギリになれば。今僕と結城のソロが終わりました今から我らのアイドル渡部さんともう泣きそうです。やばい、もうやばいっす。渡部さん表情が怖いダメダメです。子供が逃げ出すここいいよね。でも絵的にかっこいいよね。ちょっとこっち行くともう釣り人がいっぱいで漁港って感じの。今すごいところに路中してます正面向いてるとおかしいよ。 こっちの方見てる。そうで、足ちょっと組んでさ、なんかこう子供を、奥さんと子供を、もしくは子猫を奥さんと子供が遊んでる姿を見てる。ちょっと試しに一回撮らして行くよそんな顔じゃない行くよ。イメージ奥さんと子供が一緒に遊んでるもんね。歯見せて。歯硬い顔が引きつって目が怖いあ、でもそれぐらい。あ、その顔本当に笑った方がいいよ。そうそうそう、行、うん、くよ行くよあー、いいけど表情が怖い。硬い、うん、生ハゲみたいあ、なんか喋ってて、どうでもいい話喋ってる感じでいいよ。なんか結城と喋ってて、普通に結城ちょっと話しかけて。どうすかね、じゃあ滑らない話。おー、いいじゃん。どうだった、真ん中真ん中。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回は渡部さんがどうしても屋外で撮りたいというあのリクエストがあったのでハンドル上げちゃいました渡部さんもさっき一瞬
本編のね、ほんの1秒か2秒ぐらい入る一瞬の笑顔、メイキングが一番あれ欲しい方いらっしゃったかな、自負動画にしてお出ししますんで、そう、誕生日のメッセージカードとかにね添えて続きはこちらまでよろしくお願いします。僕がね、せっかく最後にみんなで3人でスキヤ行ってご飯食べながらお話ししませんかって言ったらもう帰りたいって言ってコーヒーだけそこの大道の販売機で。じゃあ最後に渡辺さんの一言。いやもっといい姿を見せれるように頑張りたいと思います。以上渡辺さんでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。